一つ牽制球、セカンドの本田がかなりキャンバス寄りです。一二塁間は相当広く空いています。まあ、今の牽制のおそらく小野選手はね、牽制と、ホームへ投げるっていうものをもうある程度把握したと思うんですよね。ですから次の投球でおそらく走るんじゃないかなと思います、ね、スタート切ったキャッチャー二塁送球タッチしてアウト。細川刺しました。小木の盗塁失敗、少し先遅れましたね。またそれで細川がいいボール行きましたね。ストライク行きましたね、はい。まあ、ソフトバンクね、細川捕手が、ね、入って少し今盗塁阻止率がちょっと、はい、そうなんですね、落ちてるんですよ、うん。ただやっぱりそのピッチャーとその共同作業なんですよね。